新聞ラジオ、はい、遅く起きた日曜、こんばんは、こんばんは、はい、今日は6月27日、はいはい、第17回です。1週間早いな。1週間は早いですなあ。でも今週のさ、はい、月曜日かな、はい、だと思うんだけど寒かったよね。寒かったですね。体調皆様大丈夫でしょうか。この前の日とかめちゃめちゃ暑かったですもんね。そうだっけ。もうだからさ、もう暑かったり寒かったりするからさ、はい、もうコロナもそうなんだけど、はい、もう体調管理しないとね、はい、本当に、うん、と思いますよ。ぜひ気をつけていただきたいものです。はい、さあさあ、今月、あ、間違えました急、いきなり調子が悪いです。そうですね、はい、今週も、はい、ノーゲストで、はい、お送りしておりますので、今2人で頑張りましょう、はい、ね、どうかお付き合いください、はい、ということですね、はい、はい、ところでですね、はいはいはい、ネットフリックス社長も見てるという話を見てる見てる、これ見てる方多いんじゃないですかね。あの結構やっぱりいろんな方面でですね、うん、あのツイッターとかで見てると、うん、いるんですよ。やっぱりネットフリックス面白かったという。で、各有僕もですね、うん、もう流行りに流される男として有名なので、ネットフリックス見ました。イテウォンクラス、イテウォンクラス知ってるよ、はい、社長全部見たんですか。見てない見てない。あ、見てないですか。頭のとこだけ見た。あ、うん、それめちゃめちゃ面白いんですよ、うん、らしいね、はい、うん、これなんですかね、あの、うん、もう本当触りだけ言うんだったら、うんうん、もうその父親の復讐も兼ねて、うん、会社をでかくして、うん、その敵討ちをするみたいな、うん、話なんですけど、まあ、なんで純平は韓国のドラマ見てんの、はい、おばちゃん見たくないそれいやいやいや、うん、みんな見てますよ。あ、そうなの、はい、結構やっぱりあのネットフリックスがそもそもなんか、うん、なんでしょうね、そのオリジナルドラマみたいなのを力入れてるんですよ、うんうん、韓国のドラマってさ、はい、なんか面白いよね。そうですね、 なんでだろうな、あれね、はい、なんか日本の、うん、日本でも見飽きたぜみたいなのを韓国でやってても、うん、なんか、あ、まあ、大体ストーリーってそんなに、うん、新しいのじゃないですか。でもさ、なんとなくストーリー分かるじゃん、韓国の。分かります分かります。あ、それがまたいいよね。それもまたいいですよ。大体もう美味しいところで止まるんだよな、続くなるんですよね。分かりますね、うん、はい、そうなんですよ、はい、知ってる知ってる。俺はさ、はい、見てるのが違うからね。何見てるんでしたっけ。だからさ、はい、白龍とかさ日本統一とかさ、はい、あれはあれが面白いんだよ。そうですか。くだらないんだけど面白いの。ちょっとまあなんか笑えそうですけどね、逆にこう真面目に笑えそう。俺昨日も見てたよあ、そうですか帰ってから、うん、もうめちゃめちゃ好きじゃないですか。好きなんだよ、はい、ハマってんの。あ、そうですか。だいたい1時間と10分ぐらいで終わるんだよ。あ、そうなんですか。ちょうどいい塩梅なんだよね。あ、ちょうどいい、ちょうどいいです、うん、で、じゃあ寝るか。イテウォンクラスも それぐらいです。1時間ちょいぐらいで、はい、いや多分社長も好きだと思うんですよ。韓国のドラマはさ、分かりやすくてさ、はい、で美味しいところ作って、多分こう次はこうなるだろうと思う通りならない、はい、なりますなるんだよな。ベタベタがいいんですよやっぱり結局王道が一番いいんじゃないかなと思います、うん、でも楽しいね、はい、はい、もう一つあのそれとはちょっとまた違うラブストーリーがメインの。あ、知ってる知ってる。あ、断蜜でしょ。違います。あ、違ういや、ネットフリックスありますけど、はい、あの愛の不時着っていう、これも韓国ドラマなんですけど、知ってるよ、はい、これも人気なんですよね知ってる。俺がやだ、はい、そうですね。だから社長、北朝鮮に行っちゃうんだろ。そうなんですよ。その事故で北朝鮮に女の人が行っちゃうんですけど、そこで出会う軍人の男との、そうそうそう、ラブストーリーなんですけど、でどっちかが金持ちなんだよな。両手も金持ちで、あ、両方ともいいところです、うん、あので、北朝鮮の方の軍人の方もなんかフィアンセいるんだよね、はい、確か知ってんだよ俺詳しい、めちゃめちゃ詳しいじゃないですか。見てんだよ正直言って、はい、あ、はい、そうなんですよ、まさに。でそれ もうベタベタのベタベタなんですよ。そうなんだよな。もう次こうだろう、もうまさにそうなんですよ。分かっちゃうもんね、あっちで終わるだろうみたいな、はい、あと絶対死なないし主人公みたいな、うん、で絶対また次見ちゃうんだよな。あ、そうなんですよ、止まらなくて。朝になっちゃうね。いや本当に俺それでもう朝になって睡眠時間3時間でフラフラになりながら、うん、あのここに来るっていう生活を一時期やってますはい、そうなんですよ。でも分かるよそれ、でも影響ちょっとされやすくて、そのイテウォンクラス見てる時にそのベンツが、うん、あの乗って主人公が乗ってたんで、うん、ベンツ乗りてえなってなって。乗ればいいじゃん。いや乗りたいですね、うん、あ、まず免許ですねそうだよな、だ免許取ったら。いや取れます、今年中には取れます。皆さん今年中には取れますよ。夏には取れよ。合宿行きます。合宿、合宿なんだろ、行けばいいじゃん毎日、まあ、2日に1回でも、はい、教習近いところさ、はい、
近所江戸、江戸川江戸川が、江戸川でも、はい、行けばさ、はい、取れちゃうよ、はい、あもう終わっちゃったみたいな、で試験保険だけだから、はい、で免許取れるから車運転できるよ。まあオートマなんてゴーカートみたいなもんっすよね。本当だよ。だから今年もし分かんないけど、はいはい、まあ地方にね旅行く時でも、はい、お前も免許持ってる運転できるからしてもらえれば助かるよ。社長本当に乗りたいですか俺の運転。高速道路だったら、高速だったら、え高速道路の方が怖くない？楽楽楽、まっすぐだから信号ないし、へえ、免許取れば分かる。なんかチンタラしてて煽られたりしないですかね。煽りかしてるじゃん。怖いこと言わないでください。怖いっすよ。いやまあそれで、それでですね、うん、あの愛の不時着はその北朝鮮行くっていうので、うん、それで見終わった次の日に夢見て、うん、それが本当北朝鮮行くっていう夢だったんですけど、うん、その秘密の抜け道みたいなの通って、うん、北朝鮮行くっつって、それで、うん、ここ北朝鮮かって言って、うん、でだなんか追われて逃げるんですけど、うん、さっき来た道がなくて、うん、あやばいと思って、うん、撃たれたところで起きるっていう。お前が、はい、結構、はい、幸せな人だね。そうですね、あの毎日楽しく過ごしております。でもあれも面白いよね、正直言ってね。はい、面白いんですよ。だから皆さんぜひ、なあ、はい、見てください。好きなのに、本当は好きなんだけどさ、はい、あんたなんかもうダメよ、嫌いよみたいなこと言ったりしてな。社長めちゃめちゃ見てますね。そうなんですよ。それも泣きながら言ったりして、ね、そうなんですよ、まあ、韓国ドラマっぽいよな、はい、韓国ドラマっぽいです、うん、はい。だ今昔の日本のドラマって面白かったじゃないですか、あの90年代とか、いわゆるトレンディードラマって言われるやつが、はい、もっと前 の頃のなんかさ、あのストーリーっぽくない韓国のドラマ、親が絡んでくるとか、うん、なんか親力強いじゃないですか。必ずそうだよ、なんか、はいはい、絶対親出てくるじゃないですか。そうそうそう、はい、なんかそういうところは昔の日本はこうだったのかなみたいな、うん、で待ち合わせしても会えないとかな、はい、だらねえな、はい、あんですれ違うとか。そう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 、はい、後ろにいるのにとか、はい、な、はい、あとあのこっちが口で言ったりしたら後ろにいるよ。テレビ向かって見ろ見ろ見ろっつって、はい、後ろだよとかな。あ面白い、はいはいはい、そうなのでぜひ皆さんもネットフリックス見てください。なんでこんなの話盛り上がってるのかな、はい、いや社長が予想外に知ってたっていうところが原因なんじゃないでしょうか。あ受けた、はい、ということなんですよ、うん、ネットフリックスで他にも、ね、韓国ドラマいっぱいあるんで、俺ちょっと今後、うん、追っていろいろ見て、うん、報告していこうと思います。面白いなった。なんで韓国ドラマでこんなに時間使ってんだ。まあいいか、はいはいはい、映画いいですよね。映画いいよね、まあ、社長は前、うん、映画はあんまりって言ってた、あんまり映画館行かないしって言ってたんですけど、行くと寝ちゃうんだよね。いいんですよ、うん、ぐーぐー寝ちゃうんだよね。なんかで行った人にさ、はい、連れいるじゃん、はい、どんなドラマだったのって映画だったのって聞くんだよ。ダメダメですよ、ウケんだろ、うん、俺はもうがっちり見ますよ。もう、あ、そう、あ映画館の雰囲気が好き。でもね映画俺だからそうだな、20歳ぐらい、20歳、24、25、はい、ぐらいまでしか行ってる気ないんだよ。あそれは残念だ、うん、だ近所に映画館の人がいたからさ、映画館の人っていうか映画館に勤めてる人がいて、はい、うん、それでチケットもらって、はい、行ってたっていうだけなの。でお金払って行ってもいいんだけど、はい、なんか見たいのはさやっぱ違うんだよね。社長 MX4D 知ってますか？え MX4D 知らない。知らないですか？どういうのそれ？椅子動いたりとか。知らない。風来たりとかするやつがあるんですよ。あのね車好きだから車のなんかほら、はい、あの絵があるじゃん、はい、なんかワイルドスピードとかいろいろありますね。ワイルドスピードとか、はい、ああいうのが見るよ、はい、あーなるほど。あ好き。いやぜひ映画館、そシンゴジラあったじゃないですか、うん、あ好き好き好き、はい、シンゴジラを、うん、その俺も見に行ったんですよ、うん、映画館に、うんうん、そしたらこうドシーンってゴジラが来るときに、うん、そう椅子揺れたりとか。おお、はい、マジに、はい、で、すげえ。プシッと来たりするんですよ。でもなんか面白いのがなんか、うん、ビルが崩れるときになんか足元で、うん、なんかパタ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 ってなるんですよ。なんか何かがこうパタパタパタってなって、なんだこれってなるんですけど、で最後に面白かったのがその映像に合わせてこう振動したりとか椅子が動いたりするんですけど、そんなのあるんだ、はい、すごい没入感をみたいな。でただで一番気になったのがカメラがこう引きになるんです。引きになるときに椅子がこう上に動いてて、今の映画館でそうなの？たまたまその映画館の MX4D ってやつはそういうやつ。あなるほどね。あそれ2600円ぐらいします。高っ。あそうなんだ。高い。でそれが映画終わったら順平はゴジラになってんだ。
どういうことですか。ならないですよ。歩くとき、ドスドスっつって、ドス、はい、あーとか言ってるし、まあ影響されやすいですから、あのその可能性もありますね、はい、はいはい、ということです、はい、はい、じゃあそろそろ曲流しましょうか、うん、はい、何しましょうか、今日は。いいよ、今日はそうですね、チキータドールいきましょうか。はいよ、うん、はい、まあ夏っぽいしな。夏っぽいです。じゃあアイムからチキータドール、どうぞ。日が落ちて橋を渡れば潮風がとても懐かしい。明日帰るお前のところへ、お気に入りのおもちゃを土産に。 Oh baby、 ありふれた夢でいいから、ここまで来て話してくれ。お前の言葉が好きだから、月夜の船でバナナを取るよ。シャラララララララ、チキータドール聞いていただきました。はい、まあ爽やかでね、いいでしょ、ね、安っぽいね、ドライブで聞きたいですね。シャラララン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 、シャララランランラン、もう一曲いっちゃいますか。じゃあすぐもう一曲いっちゃいましょうか。じゃあ、はい、アイムから、はい、もう一曲、はい、ではミスティックシティ。
成長日記。はい、皆さんこんばんは。ゆきの成長日記のコーナーがやってまいりました。今日はですね、なんと私が一人でお話しすることになりました。皆さんよろしくお願いします。このコーナーは私の成長を皆さんに見守っていただくコーナーです。皆さんよろしくお願いします。今日はですね、前回に代わりみゆきが仕入れた情報をお伝えします。ですね、今はちょっとジメジメしてて梅雨なので梅雨情報をお伝えしたいと思います。梅雨という字はなぜ梅が使われる、梅という字が使われるか皆さんご存知ですか？それはですね、梅の実が熟す時期だからだそうです。知ってましたか？そしてなんで梅雨と読むのか不思議に思いませんか？これはですね、雨がたくさん降って葉っぱや木に雫、梅雨がつきますよね。それで梅雨というようになったそうですよ。それで梅雨というのはなんと北海道にはないそうです。ないというか、気象庁が定める梅雨の定義が北海道にはないから、北海道には梅雨がないって言われてるそうですよ。いいですね。そして続いては梅雨入りと梅雨明け情報をお伝えしたいと思います。今年は関東で梅雨入りしたのは6月11日でしたね。そして梅雨いつ明けるのかなって気になりますよね。梅雨明けは7月の中旬頃だそうですよ。もうちょっとですね、梅雨が明けたら皆さんどこか遊びに行きたいですね。それで、アイムはですね、6月の22日から再開しておりますが、ちょっと今はジメジメ雨で大変ですけど、皆さんまたアイムに遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。それでは今日はアイムの一日気象予報士みゆきちゃんがお伝えしました。以上、みゆきの成長日記でした。みゆきの成長日記。
はい、みゆきの成長日記でした。はい、はい、いや、まあ梅雨ですね、うん、ね、梅雨、まあでも梅雨明けたら夏ですから、ね、本格的に、まあね、梅雨嫌いでさ、俺嫌ですね。やだよな、髪の毛チリチリになっちゃうしさ。はい、髪の毛チリチリ、そうなんですよ俺パーマかけてんからさ、はい、チリチリチリってなっちゃうんだよね。あ、そうですか。いや俺もめちゃめちゃ癖っ気なんで、うん、もうめちゃめちゃもうパーマ。そっかそっか、で、はい、車も曇っちゃうしさ、あの、はい、ウィンド、あの前のガラスがさ、はい、フロントガラスのところが、はい、まあエアコンかければそうです、ね、うん、まあ取れるんだけどさ。いや早く夏来てほしいですね。はい、夏来たら何したいとかありますか。夏来たら、昔だったらさ、はい、海とか行ったでしょ。お前、あ、北海道はあるよね。海はあんまり行かなかったですね。あの山にキャンプ行きました。なるほど、はい、キャンプね、はい、へえ、俺行った時ないんだよキャンプって。え、マジっすか。マジ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 。あのテント立ててですか。ない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 。ええー、あ、うん、そうなんですか。俺も逆にホテルとかに泊まった記憶なくて、うん、もうほぼキャンプでした。おー、ちょっと聞かせて話。はい、キャンプいいね、行ってみたいなと思うんだ、はい、川があってさ、はい、あのキャンプテント張ってさ、釣りしながら、はい、釣れた魚食べるとか、はい、やった。釣れた魚食べたのは1回だけやったことありますけど。やってみたいな。こんなちっちゃい魚ですけど、ね、はい、みんなでギター弾いたりしてな。それちょっと憧れですよね、うん、あの焚き火のキャンプファイヤーの。そうそう、で本当にあんのかねあれ。やってる人いる。いや、近所迷惑になるんでやらないですよ。近所迷惑周りの人もやっぱりうるせえみたいな、はい、そうかもしれない、ね、はい、でもやってみたいね、はい、キャンプ楽しいですよ。そのなんか 今なんてもう何でもあるんで、そのお米炊いたりもできるし、それこそレトルトとか持ってったら一発で、まあそれがまだうまいんだよな。まずくてもうまいんだろ、わかんないけど。そうですね、なんかもうそんな感じがする。何でもやっぱり美味しく感じちゃいますよ ね、うん、はい、バーベキューとかいいですよ、その炭火で、うん、あ、バーベキューはこのアイムでもやるのよ、はい、バーベキュー大会で。あ、毎年やってんだよ。毎年ですか。毎年だと思ったな、うん、やってた。みんな、みんな、まあ、荒井さんも来てる。それどこでやってるんですか。豊洲とかさ。あー、豊洲赤坂とかさ、はい、バーベキュー屋で。バーベキュー屋っていうか、うん、なんか全部持ち込まなくても、そうそうそう、なんかそういうの揃ってるようなところですね。そうそうそう、バーベキューセットがあって、はいはいはい、1人8000とか、はい、分かんないけど、はい、5000とか6000とか払ってあセット着てビール飲んで。あー、いいですね。面白いよそれも。だからそれよりももっと楽しいんじゃない。あ、でもそれよりも楽しいです。その山奥ですから。山もねえ、はい、でもトイレなんかどうすんの。トイレは、まあ、汚いトイレを使う、結構遠い、うん、汚いトイレを使いに、うん、わざわざトイレに行くっていうようなことします。そのトイレの話なんだけど、群れ、はい、つないでるわけでもないからね、はい、ある仲間がさキャンプに行ったんだって、はいはい、でそれとビールが好きなやつで、はい、ずっとビール飲んでたんだってよ、はい、でトイレ近くなるじゃん。なりますね。で女性だから、はい、トイレ行きたわけじゃない、はい、うん、どこにあるのかなと思って、はい、全然ないんだって。あ、で夜だから真っ暗だし。真っ暗です、真っ暗です、はい、知らないところで、はい、真っ暗のところで、はい、途中で、はい、うんって済ました人がいるらしい。いや、まあでもしょうがないかもしれない。そうだったのよ今井さんって言ってたもん。あ、そうだろうって言ったら、いや、そうなんですよ。女性で、もう女性で、まあ致し方ないのかも。でも別にね、誰もいないって言ってたからありかなと思ったんだけど、まあ、そうですね、ギリセーフかもしれない。ギリセーフ。だからそこは本当に人がいないとこだったんじゃないのかね。ああ、そうですね。いや、本当でもそうだとしたら、うん、もう外も真っ暗ですよ多分。いや、で真っ暗ですよ。街灯もなく。でライトを持ってて携帯の明かりでずっと歩いてって、はい、トイレはどこだか分かんないし怖いしって言ってたよ。うわ、怖そうですね。うん、でもそこはあんまりそういうとこはあんまり行きたくないね。ああ、もうちょっとこうちゃんとキャンプ場としてる感じが。うん、そう設備もバッチリあってさ、はい、ちょっと明かりがあるようなさ。それがですね、俺が行ったキャンプで一番思い出深い場所が、うん、釧路のちょっと上ぐらいのところにある、うんうん、釧路、はい、荒井さん家じゃん、はい、その荒井さん家よりももっとちょっと上の方みたいなところなんですけど、うんうんうん、そこで、星がですね、うん、もう見えるなんてもんじゃないぐらい見えるんですよ。おー、妻子行ったじゃないですか、うん、で星見たじゃないですか、結構いっぱいあったじゃないですか、うん、あれの10倍ぐらいあります。へえ、こんな星見えるみたいなぐらい星見えるんですよ、はい、流れ星とかはバリバリバリュー、もう本当その定期的に見えるぐらいのレベルなんですよ。で、まあ、長歩きってなんか祈ったりすんの。祈りますよ、うん、言えないよね、たけしゅっと終わっちゃうからね。あ、う、あ、そうです、え、そうですね、あって終わりますよね。ちくしょうみたいな。これ言いましたっけ、うん、妻恋にみんなで行った時に、うん、その俺と社長結構流れ星いっぱい見たじゃないですか、うんうんうん、でその場にみゆきさんもいたんですけど、うん、みゆきさんだけ流れ星見えなくてちょっと不機嫌で帰ってったって、ね、かもしれないね。はい、
そんな話がありましたよ、うん、なんか彼女面白いよねそうですね、さっきも普通に読んでただけのはずなんですけど、うんうんうん、なんか笑っちゃいますよね、あれは、うん、あれでも流れ星さ、はい、まあ、順平なんかと行った時もそうなんだけど、はいはい、その前に、はい、それこそ、まあ、みんなでメンバーで、はい、ゆか子たちもいたかな、はい、ゆか子いたかな、まあ行った時にすごい見えたんだよ、でみんなさっき言ったけど長いことみんな言えっていうのがあっあっブワーって何言いたいのってぐらい流れてたね、はい、綺麗だったな、あいいですね、うん、やっぱ人里離れて、うん、そういうところに行って星見上げるってなんか心のリフレッシュになりますよね、そうだね、はい、たまに、うん、そうだな、本当そうだね、自粛期間で家ずっといたじゃないですか、うん、だからちょっとそういうとこ行ってみたいですね、うん、でもネットフリックスの韓国版アンカルいいじゃん、まあ、それでだいぶ心安らいでますでもさ、はい、夏はやっぱ行きたいね、そういうとこね、夏行きたいですね、うん、だからもし今暮れにまだ静岡ね、はい、ツアーあればね、はい、行って、また見てみたいね、そうですね、しかもキャンプとかだったら密にならないし、うん、みたいなということですよ、はい、では、はい、メールコーナーに、はい、たいと思います、はい、まずはこちらですね、こんにちは、久しぶりの生ライブ良かったです、はい、みゆきさんの元気な声も聞けました、ライブ再開するのにいろいろと準備が大変だと思いますが、うん、たくさんの人が楽しみにしてると思いますので頑張ってください、うん、2人ともあごめんなさい3人とも体に気をつけてくださいね、はい、ありがとう、ということですね、はい、だよな、はい、元気にライブ再開しておりますので頑張ってるよ、はい、ぜひ皆さん来てくださいね、はい、はい、先日社長が体温計を買おうと、うん、いうことで非接触型の、うん、でも万端だよね準備ね、そうですね、アルコールから空気なんか除菌するやつから、そうそう、はい、空間なんとかとかいうのもあるしさ、はい、マスクもしてるし何とかしてるのもあるしさ、はい、ね、マイクにはちゃんとカバーをつけてるし、はい、一回一回洗うしね、消毒するし、はいはい、それでまあ入るとき検温してという感じで、うん、ただ社長がこの前体温計買おうって言ったときに、うん、温度計って言って温度計買いましょうって言って俺一瞬温度計俺もそんなこと言うなお前温度計じゃねえよな、室内 の温度測ってどうすんだろうなと思いながらあ体温計だと思って体温計を購入したわけですよ、うん、はい、ちゃんと買いました、ね、温度計買ってないよね、はい、なんですか、温度計買ってないです温度計つけてたりしてな間違えちゃったですね、はい、続いて、はい、はい、アイム再開おめでとうございます、はい、ありがとう、近々遊びに行かせていただきますので、はい、3人ともそれまでお体気をつけてくださ い、はい、ということです、うん、はい、そうですね、気をつけてるよ、はい、もうすでに来てくださいね、本当に来ていただいた方もいて、ね、うん、嬉しいですね。で続いて、うん、お知らせです、まあ、はい、お知らせ、ね、お知らせです、はいはいはい、先週お伝えした通りクラウドファンディング、うん、始めますということで、はい、ぜひアイム継続していきたいので、はい、はい、どんどん頑張っていこうな、はい、どうぞ皆さんのお力をぜひ貸していただけたらなと思います、うん、本当に消えるといかないかダメだこれな、はい、うん、ぜひよろしくお願いします、はい、もしまた詳細が明らかになりましたら、はい、追ってお知らせいたします、はい、お願いします、はい、ではメールアドレスがですね、はい、info@jiy.jp、はい、info@jiy.jp です、うん、はい、ファックスがファックスは分からないな、ちょっと待ってくださいね、東京03、はい、しか分かんないそれ分かってるうちに入らない、俺も分かってます、それはファックスがですね、03-6693-9571、はい、でございますので、うん、はい、皆さんぜひメールお便りください、うん、いや俺ほんとキャンプ行きたいよ、キャンプ行きましょう、みんなで行きたいね、はい、キャンプ行く人募集しますかね、楽しいと思うよ、はい、うん、そうですね、みんなで多ければ多いほど楽しいですからね、うん、バーベキューやってさ、はい、ビール飲んでさ、はい、騒いでさ、はい、一応ギター持ってって、あ、いいですね、やりましょうよな、はい、いいです ね、はい、はい、おしゃれな、うん、はい、ということで今週は以上となりますが、はい、はい、T シャツまだまだ売れ残ってると言ったらあれですね、 T シャツがまだまだ追加しちゃったからね、はい、在庫ありますので、うん、はい、まあ、アイムに来た時にはぜひ、うん、はい、一番買っててくれると嬉しいです、幸、はい、いでございます、はい、ぜひ、はい、サクッとさらっと今日流したね、はいそうですね、うん、まあいいんだよね、こういう週もあってなんかスムーズというか、ね、まあ、来週はどうなんか分かんないけどな、ゲスト呼ぶかもしれないけど、そうですね、ライブも早くやれればいいですね、うん、まあ、ライブやりたいね、はい、もうだって来週はもう7月じゃないですか、そうだね、そうすると7月にはライブできるとは思うので、うん、はい、まあ、8月24日はねライブ一応決めたので、あ、タクトで、
そうです、はい、あの未定になっていた8月24日月曜日ですね、アイムのイベントということで、はい、タイトル未定なんですが、やりますので、はいはい、ぜひぜひ皆さん足を運んでくださいね、はい、うち店も出ますよ。そうなんですよ、すよ今回の大目玉というのが、うん、ね、アイムバンドですね、にベースに新井さんが参加するという超豪華な、ね、でブギウギバンド時代の歌もやりましょう、何曲かね、はいはい、絶対いいと思いますよ、ぜひ、まあ、そういうことなので楽しみにしててください。はい、はい、ではです、終わりますか。はい、ではバイバーイ、バイバーイ。Love.